ガーディ 100% の通知、旧正月イベントの記念にとっておきたい。というわけで捕獲出動です。目的の場所はそろそろです。この車も同じ目的だったかな。そろそろです。 ゴープラが透明なポケモンをロックオンしてる。押さないように気をつけないと。出た、こっちだった。念のため金釣りハイパーで行きます。個体値マックスなガーディゲットだぜ。ビビった。何の音だ。音の主はこの袋だ。ビビらせおって。評価をチェック。言うことなし。最後は胸圧。うん、個体値マックスだ。あの袋がまた動き出したぞ。油断ならない。個体値マックス印つけておきます。キロにつきます。この絶望的なポケストップの数。まあ団子だから仕方ないけど、田んぼ一旦ごとにポケストップがあってもいいぐらいだ。おやラブカスだ。2体目の色違いラブカス来た。すでに1体手に入れているので、欲のない状態でタップしたらこれである。出るときはすぐ出るんだよな。金釣りを投げるべきだろうか、しばし考える。いや、レアなので一応金釣りを投げておこう。2体目の色違いラブカスゲットだぜ。評価が良いといいな。残念、全体的にとても強いだ。せめて性別が違えばコレクション的にいいんですけど。さっき捕まえたのがメス。最初に捕まえたのもメスで残念、同じだった。ガーディ個体値マックスの後に思いかけず2体目のラブカスをゲットでした。